2014年10月23日、その日は夕方から舞台のリハーサルの予定だった。現場に現れないことを心配した元夫が自宅に駆けつけたところ、うとうとしているところを発見された。どうしたの？ちゃんと喋れていないよと、元夫、自分では普通に話しているつもりなのに、ろれつがきちんと回っていなかったらしい。ぼんやりした意識の中で自分では、二日酔いかなくらいにしか思っていなかった。だから、救急車を呼ぶと言われた時も、えつ、大げさなという気持ちだった。病院について、何時間前からこんな状態だったかを医師に尋ねられたり、磯野さん、脳梗塞、梗塞ですよと告げられたりしたことをうっすらと覚えている。ただその時は脳梗塞がどんな病気かよく分かっておらず、次の日には仕事に行くつもりだった。入院だと言われて再び、驚いた。結局、約1ヶ月半入院。幸い後遺症はなく、すっかり元気だ。自分は本当についていたと思うし、すべての人に感謝している。病気を機に、乱れがちだった食生活をガラッと見直した。おかげで入院前よりも健康的になった。脳梗塞は、私にとってまさに、一秒息災だったと思います。50歳の時に脳梗塞、梗塞を発症した。後遺症もなくすっかり元気だが、約1ヶ月半の入院をきっかけに、食生活はガラッと変わった。入院して、白いご飯を久しぶりに食べた時、お米って、なんて美味しいのと思いました。実は入院する前は、自炊することはほとんどなく、外食ばかりだった。栄養のバランスを考えたこともあまりなかった。お酒も大好きだったので、飲みに行けば、結局つまみ類もたくさん食べる。当然のごとく、体重も増えてしまい、始めたのが、炭水化物抜きダイエット。ご飯は、ほとんど口にしないようにした。ところが、ご飯を抜いても体重は一向に減らない。お酒を飲めば、おかきや焼きそばなども食べてしまう。結局元の食生活を変えない限り、ダイエットをしても効果はなかった。入院して久しぶりに食べた白いご飯の美味しさ、不規則だった入院前の生活からは考えられないような、きちんと時間通りに食べる生活。退院後も、それまでの外食中心の食生活を改め、自炊を始めた。今では毎日ご飯を炊き、味噌汁とちょっとしたおかずの食事が定番だ。いくらダイエットしても減らなかった体重は、健康的な食生活に変えたおかげで、ピーク時より10キロ痩せました。